はい。えー、いて CC 上手です。えー、名前の通りですね。上手ですね。あの、歯型みたいなようなエフェクトで場面転換を行っていきます。じゃあちょっとやってみますね。まずは0でかけると、はい。こんなような感じですね。口みたいな感じで変わっていくといったエフェクトです。もちろんこれ、先端置も浮かせますし、まあ、角度とか変えることもできます。あと、こういった、まあ、高さですね。こういったものも変えることができます。まあ、いろんな種類ありますので、例えばレインボーとか。はい。あとはウェーブだと ま、こんなような形で場面転換を行っていくことが可能となっています。